どうもこんにちは、皆さんブーデーでございます。広島にやってまいりました。ゴールドシンフォニー広島1日目でございます。広島じゃけえのいろいろインタビューばするじゃけえの、行ってみよう。こんにちは。すごいすごいすごい。お、こちらじゃちょっとお話聞いてみましょうか。どういったご関係ですか皆さん。家族、プレプレは好きですか。ファンです。お、魅力ってどこだと思いますか。ダンスが。ノリがいいですね、ダンスが。ノリがいい。トリプレのライブはお母さん何回目ぐらいですか。2回目。2回目。去年来ました。去年来た。可愛らしい。みんな個々に輝いてるところが素敵ですね。自身がその後またより一層輝いてまして。お母さんでも今の答えの熱聞いてると 今やもう娘さんよりトリプレが。そうなんですよ。詳しいから。詳しいから。こんにちは。トリプレ誰が好きですか。うのちゃん。うのちゃん好き。うのちゃんどういうとこが好きですか。歌うのが好き。ワンピースの歌知ってる。お、あの曲どうですか。いい感じ。かわいいですね。さあやってまいりました。このスカイブルーのテントに来たということはそうです、ドリームシンフォニー開催。さあ今日は誰が夢を叶えてくれるか分かりますか。そうです、伊藤千秋です。千秋ちゃんにですね、叶えてほしい夢はみんな何ですか。祈っております。盛り上がってますか。スタンドアリーナ。さあ当選者を発表したいと思います。ドラムロール。ドルルルルルルルババン。2階スタンド F23 列、そっちの方、42番。じゃあちょっと立ってもらっていいですか。彼女ね、おめでとうございます。彼女のお願い。私は背が小さいことがコンプレックスです。今だいぶ割り切って生きてるのですが、もっと高くなりたいと思っていました。でも千秋ちゃんに出会っておしゃれに目覚めてもいいんだ、おしゃれになる方法はいっぱいあると知り、千秋ちゃんにとても感謝しています。そこで千秋ちゃんがそういう子たちに向けてのアドバイスとかおすすめのコーデとかがあれば教えてほしいです、という。なるほど、おめでとうございます。どうでしたか、選ばれた瞬間は。まさか当たると思ってない。ちょっとちっちゃいことにコンプレックスがあった。ずっと身長が伸びなくて、うん、もうずっとこの身長だったんで、うん、なかなか、うん、みんなが着る服をそのまま着ると大きくなってブカブカになって、なかなか。じゃあちょっと千秋にそういうちっちゃい子がやるコーデを聞きたい。聞きたいです。ドリームシンフォニー。テンション高いよ。ちょっとやめろや、靴下とか。やめろや。地味よ。地味やね、抑えてる割には。さあ、いただいております。あやかちゃん。あやかちゃん21歳の女の子です。あ、じゃあ千秋こっちお願いします。ちっちゃい子に限ってまた着たい服がすごい身長の高いモデルさんが着てる服とかがかっこいいなと思ってね、着たくなるんですよ。なんですよ、僕も着たいスーツとかかっこいい人がこう着てるスーツ、やっぱりこうちょっとこう全然ボタンがはまらないけど。ボタン取れ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 。大変なの。すげえ大変だけどボタン取れた。だから私もちっちゃいから、あのどういう洋服似合うかなって悩んだ時に、あのよく雑誌とかを見て同じ身長のモデルさんとか探すんですよ。モデルさんってすごい可愛いコーディネートをしてるから。
そのモデルさんのこう着ているもののもう真似をする。今年のポイント、こういう注目ポイントみたいななんかじゃあやったりします？そうですね。あ、でも今年それこそ宇野ちゃんとか今履いてるすごいロングスカートとかみんな履いてるよね。待ってやりなさい。ね。待って待って。これ回ってみて。キラーン。あ、今年ロングスカートですか？短くなくて？みんなね、スニーカーですか？スニーカーとかでロングスカートとかですごい可愛らしいコーディネートしてるから。うん、男の子から見てこの長いスカートというのはどうですか？今年も。私は好きです。東北の方東北の方が急にやばそうで急にやばテンション上がってんだね。テンション上がってんだね。ちょっとおかしいですね。彩香ちゃん、ぜひともあの自分と似たようなこうモデルさんとかを雑誌なんかで探して、そして今年ぬちゃんが履いてるようなスカートは可愛いと思うので、ぜひ自分なりにコーディネートしてみてください。頑張ってね。はい、頑張ってくださいね。ありがとうございます。おめでとうございました。ダチョウ倶楽部みたいになってたね。私やってた、ね、やってた。ちっちゃい緊張したりとかすると大体喋り聞こえてる。こうで最後ね、いやいやー、ダチョウさん本当本当にやってる、やってるから絶対ね、絶対これやってる、これやる、これやる。うわー、うわー、いやー、カットしてほしい。行けなくなるじゃん。なんか一言言ってもらえます。いや、もう大丈夫です。頑張ってね。頑張ってくださいね。ドリームシンフォニーでした。ありがとうございました。いやファンクラブ入ってどれぐらいですか？1年。お、1年目で、はい、入ってたからね、こういうチャンスが本当にびっくりして、本当このような素敵な場所を設けていただいて本当に感謝です。ファンクラブに入ってどうでしたか？最高。